はい、ごちそうさまでございました。今日は生卵10個にアクエリアスを混ぜて飲んでみました。まあアクエリアスって大人になると、まあ、飲む機会があんまりなくて、まあ、風邪をひいた時にポカリとかアクエリアスを飲むといいよって、まあ、よく言われますけれども、まあ、僕は風邪をひいてもですね、まあ、特に飲まなくて、まあ、普通に病院に行って、まあ、薬を飲んで寝るんですけれども、久しぶりにアクエリアスを飲んだなという感じですね。で、匂いはまあ、久しぶりだなと、スポーツドリンクだなという感じで、いい匂いがしたんですが、味はどうなんでしょうね。そのまあ、うっすら甘いドリンクなので、相性的にはもちろん悪くはないんですけれども、相性がいいかどうかと言われると、まあ、そんなって感じでしたね。まあ、アクエリアス自体すごい美味しいので、これ、お菓子の持ち岡で買ったんですけれども、すごいお安く買えたので、ありがたい話ですね。まあ、アクエリアスっていうのは、まあ、中高、まあ、もしかしたら大学生の、まあ、運動部の皆さんが一生懸命飲まれてるのかなという感じがして、まあ、僕は中学、高校、大学、帰宅部だったので、まあ、そういう青春的な、運動部的な青春を味わったことはないんですが、なので、ごめんなさい。中学、高校、大学でも、その、アクエリアス自体あんまり飲まなかったような気がしますね。ポカリももちろんあんまり飲まなかったですし、まあ、基本的にこれは10代の若い体育会系の学生の皆さんが主要な顧客なんですかね。だって大人になってからポカリスエットとかアクエリアスを飲む機会ってほとんどないですよね。飲んでる人も僕あんまり見たことないです。まあコーラとかお茶とか、でもアクエリアスに限らずオレンジジュースとかグレープジュースとかを大人で飲んでる方ってあんまりいないですよね。みんな缶コーヒーとかブラックコーヒーとか、あれはなんていうのかな、カッコつけてるんですかね。本当はオレンジジュースとかアクエリアスが飲みたいけどカッコつけてるだけなのかしら、よくわかりませんが、まあということで電子レンジのチームも終わったので、今日もこの辺で失礼しようと思います。今日も最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。